はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は偏差値65 A の算数、調べて解くっていうね、テーマのやつやってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、中学受験の全教科、全科目、全単元をいつでも、どこでも、何度でもをコンセプトに作っているチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。さあ、では早速やってみましょう。調べて解く。慶應義塾普通部、日吉の問題です。A、B、C、D、E、5人が一列に並んでいますと。さあ、以上のこれからね、4つ情報があります。A は一番前ではありません。E は A のすぐ後ろです。 C と A の間に2人います。 D は C のすぐ後ろです。5人の並び方を前から順に書くと、ほにゃ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 となりますと。さあ、整理していけば大丈夫ね。1番前、2番、3番、4番、1番後ろね、1、2、3、4、5とやっていくと、A は一番前ではないわけですから、ここに A が来ることはありません。ね。A は絶対ない。 E は A のすぐ後ろです。 E は A のすぐ後ろってことは、 A がどこにいようが AE って並ぶってことなんだよね。これが2つ目の情報。AE と並ぶ。で、C と A の間に2人います。だから AE と並ぶんだけども、 C の前に2人いるわけですよ。でね、AE と並んで A の前に、C と A の間に2人いる。ここにいる可能性もあるんだけど、次。ね。だから、C と A 内には2人いるってことはね、こういうことだよね。CA がここにいるとすると、2人前に、あ、違った。ここに AE がいると。AE がいると。で、2人前に C がいる。こういう場合か、ね。A が先頭にいて、で、E がここにあって、で、2人間 C いる。その1つずれるってこともあるよね、こうやってね。AE、ないな。ない。そうやな。2人いて、こういう場合もある。3通りあるわけですよ。だけど、D は C のすぐ後ろです。D が C のすぐ後ろにいるということは、ね。ごめんごめん、これもうおかしいじゃん。A が一番前にいるってことはないわけですから。ね。で、この2つだね、このね、この2つ。で、D は C のすぐ後ろってことは、これもありえないね。ってことは、AE と C の間に2人いる。これで確定ですよ。C がトップなんです、一番前。で、C の後ろに D が来るわけだよね、これね。ただ、ここが B と決まりますから、CD、BA、E の順番に並んでいますから、5人の並べ方を前から順番に書くと、C、D、B、A、E というふうになるわけです。理詰めでね、考えていってください。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。